どうも皆さん、おはこんばんにちは、おとじゃです。毎週金曜夜18時半会場、19時ゲームスタートオートライブ。今回はRAGE 2やっていきたいと思います。2019年6月6日発売ということで、今日放送してるのは6月7日なんですけどね、昨日発売ということで、おめでとうございます。RAGE 1というゲームがね、RAGE 1というかRAGE、前作RAGEがあって、その続編RAGE 2。トレーラー見た方もいると思うんですけどね、はちゃめちゃ暴れられるので、今回ちょっと私、ヒャッハーしていきたいと思います。ヒャッハーした気分なんでね、暴れていくぜ。で、ちょこちょこっとね、前半のチュートリアルの部分はもう進んだので、ゲームを続ける。広大なオープンワールドを進んでいきたいと思います。フェニックスっていう乗り物、RAGE、その前作RAGEの時もね、乗り物が重要だったので、早速乗っていくぜ。喋るんだよね、このフェニックスっていう乗り物が。敵を求めていざ行かん。ちょっとマップ見ようか。マップね、広いな、おい。地域ツイスティングキャニオンズなんですけど、一番最初にね、多分近い場所、アーク、ジャンカーズバス、パスのアークっていう場所にね、行きたいので、この車で、フェニックスで走っていこうかな。上に出てるね、コンパスが。ガトリングも撃てる。いいですね。結構敵の車両が走ってたりすることがあったから、RAGEでは。RAGE 2はどうだろう。道なりに進んでいけばいいのかな。ブースト、おお今パソコン版をプレイしてるんですけど、 PS4 版とかも発売されていて、パソコン版で今キーボードマウスで遊んでるけど、右クリックするとこう横にスッつってこう動くのすげえ。なんだ、なんかあんのか。乗ります。向こうで撃つろうでしょ。頼むぜ。フェルトライトエンジン、主人公。襲撃のために誰かが作ったものだろうな。その邪魔者を排除できるかやってみて。わかった、じゃあ排除するわ。主人公男女選べるんですけどね、私は男性キャラクター選んで、特殊なスーツを着ていてね、力が使えるらしいんで使っていこうかな。いる？ハイロードブロック、了解。封鎖された道路ね。このままじゃ進めねえから邪魔者を吹っ飛ばさねえと。やっべえ、ヒャッハーしてんな。これにまで色塗って、爆発ボンベ。ああ、敵バレたな。さよなら、吹き飛びな。おれよ、どんな感じよ。こっちから回った方がいいな。あれ、まだいるわ。はい、あのね、RAGEの中で一番面白い武器があってね、名前がこちら、ウィングスティック。ブーメランみたいなんだけど、そのまま敵をね、切り刻んでくれんだ。うまいこと投げると。外れた。倒した。はい、お疲れ。オーバードライブ。敵を連続で倒すことによってね、オーバードライブっていう能力が使える。でも全員倒した？まだいるのかい？じゃあ、オーバードライブ。さよなら。パンチ。皆さん、こちら最終的に動画になるんですけど、動画の方では最初の方にね、ちょっと過激な表現がありますんでね、そういうの苦手な方は気をつけてくださいね。今ちょっと遅いよっていう話になるかもしれないけど、ジップラインを使う。多分こいつを上げる装置があるはずだから、もうすでにくつろいじゃってる人いるけどね。違うかな。斬新な開け方だね。お金をいただいたぜ、$255。まだあるみたいだな。どこだ。弾。こいつはどうやって。でもこういうのって大体上にあるか、装置って。こっから登れる？ちょっと無理だな。こっち側から登って。これだ。よいしょー。なんだろうな、あれ。すごいゲージがどんどん減っていってるんだけど、向こう。ハイロードブロッククリア。ハイロードブロック、簡単に説明いたしますと、ボスがいましてね、倒さなきゃいけないボスがいて、そのボスを普通じゃ倒せないから、3人の一応前作にも出てきた方々なんですけど、力を借りて、最終的にボスを倒すという話の流れね。プロジェクトポイント獲得、このプロジェクトポイントを使えばあれだなあ、まだまだ足りないなあ。こっちはフェルトライトか。プロジェクトポイントがあると確かあれだ、武器とかをアップグレードできるのかな。いや、これもフェルトライトだな。こっちだ。アップグレードができるぞ。このままオーバードライブの倍率をアンロックしましょう。先ほど使ったオーバードライブね。武器のリロードか。マシンの拡張もできるね。オーバードライブリロードも使った。デリケートなバリケードだったな。排除完了。よし、連合が喜ぶよ。さあ、邪魔者は消したフェニックスよ、先行こう。レッツゴー。なんかすごい敵のマークあったけど、何なんだろう。あ、障害物か。障害物か、爆発物か。あ、なんか違う。随分とヒャッハーな車両がない。マネキンがついてるよ。ローラだって。乗れんのこれマジかよ後ろにマネキンついてるけど。おお、ちょっと待って、ローラローラローラ、何してんの後ろから花火が出る。これ無限に打てる。だから敵に突っ込みながらあれだな、前にいるのあれは敵でいいんだよね。敵だね。ローラでーすああ、片付けたぜ。まだいるな。意外と元気だね。はいはい、あとは君だけかい。さよなら。外れか。やばい、なんか車両が通ってて。いや、ちょっとローラ気に入っちゃったな。行こう。ウォーカー、クバシル博士を早く見つけないとダメじゃん。分かったよ。はい。あ、やばい。でも結構車両ダメージ入ってんな。なんかあの人バカする。オーソリティセントリー。セントリーを破壊する。なんかボスっぽいのがいるね、ここ。タワーが立ってる。オーソリティのもののようだ。オーソリティ敵対組織ですね。おい、あれかよ。やべえな。撃って壊せんだ。いや、ダメージ入ってねえよ。あそこか。あ、入ってる入ってる入ってる。リロード。よし。はっ。うわ、すげえな。だからなんかぶっ壊せそうだな、ここから。いいぞ、ぶっ壊して。なんだ、なんかちょっと変わったね。そんなことない。あ、やっぱりね、ちょっと攻撃パターンが変わった。ああ、車吹っ飛ばせねえだろ。よし、いて。あ、待って待って待って、なんかすごい食らってるな。貫通してんな、あの攻撃。回復しよう。あ、ちょっと回復してる。あ、痛い痛い。あ、ちょ待って待って待って、すごい貫通してます。あれはなんかウェーブみたいのが。ぶっ壊しまおう。ここぐらいにいれば。これだ、これが危ない。よし、もう少しで壊れる。オッケー、さよなら。敵のセントリーがあるんだね。めちゃくちゃお金もらえるじゃん。アークテックコアというものが手に入ったね。一つ手に入った。クソでかいタワーを潰した。やるじゃん。ああいう建物には大抵旧世界の貴重な技術が埋まってるのよ。できるだけ回収しといてね。あれは敵なのかな。そう足してたよね。こっち側に進むとね。じゃルーターこっちでいいかな。新しいね攻撃スキルが手に入るらしいので、ちょっと一番手前の目的地へ行こうかな。じゃあなんかここら辺にもなんかあんな。ダメだな。オープンワールドで一番俺こういろんなイベントが発生してすぐそっちへ行ってしまうっていうね、ちょっと修正があるんで俺に。なんかまた違う車両があるけど敵ですね、完全に前にいるの。気づかれずに倒せるかな。バイクもあるよ。ニッパ乗れるぜ。後でゲットしよう。静かに倒せるかな。ピストルもあるんだけど、3人ぐらいで喋ってんな。ぶっ飛ばすしかねえな。グレネード今装備してるから。プレゼントフォーユー。ちょっとね行き過ぎたね。お前グレネードお前バットで撃って、えなんか痛いて硬くない？アーマー持ちか。あ、やべ強い。やるじゃねえか。待てよ。あ、間違えた。いろいろと変えられるから、あ一回ハンドガンにして。ちょっと待って。やるじゃねえか。オーバードライブがたまるまでは無理しない方がいいかな。さあローラちょっと頑張って。グレネード超投げてくる。よしかくふざけるな。よしもう少しだ。ああもうちょいでたまるぞ。オーバードライブできればこっちのもんだ。ちゃんとヘッドショットするとよし。オーバードライブ他はいんのかい。まだ何人かいるな。リロードドラム缶爆発いって RPG 弾がねなくなりますね。待て当たってない。そして何か弾落ちてるのを拾えばいいのかな。あいつだな。オッケー。オーバードライブもたまったぞ。いくぜ。よし倒した。あと1人。倒したぞ。おおここ中継ポイントっぽかったけど、そうねここ行こうと思ってたけど通り越してなんか次のエリアのところクリアしちゃったかもしれない。戻ろう。めちゃくちゃローラぶっ壊れそうになっちゃった。こっちか。ちょっと違うねこのローラマネキンの。あ指定すれば表示されんのね。拾えるのかな。あぶっ壊した。これで拾えてるね。フェルトライトち的にはこっち。ツイスティングキャニオンズ、ちゃんと場所が表示されるんだね。道なりに行こう。どうも。あ、さっきのセントリーガンを破壊したところの横だな。こっちだ。この右あたりか。むちゃくちゃ。え？ここだ。すごい。じゃじゃうまめ。ジャンカーズパスのアーク、アークを見つけて調べる。ファンキーだね。もし手つかずのままなら中にまだ武器や装備があるかも。チェックしてみて。待って、普通に敵。あそこにいるの敵。バレたよ。行くぞ。邪魔するぜ。123近いな。ショットガンとか欲しいな。こんにちは。パンチ。アーマーはやっぱついてんだな。あっちか。吹き飛びやがれ。結構ブレる。どうだ。ええ。倒して残り2。グレネード上かな。勝て。オーバードライブ。何これ。あ、フォーカスすると開けられるんだな。これスーツの能力だね。ナノトライトブースターアップグレードができるようになったぞ。セキュリティスキャンは利用できません。周辺の敵はすべて制圧しました。セキュリティスキャンに移動してください。お、ここが開けられるね。オープン。今開いたけどさ、ここに立ってたらもしかして潰されるの。ああ、ナノトライトだね。このスーツをそうするとね、トレーニングルームみたいな場所に飛ばされるのよ。ほら、チュートリアルシャター。シャターアクセッションは前方に突進し強力な運動エネルギーを放ちます。これにより敵や敵のアーマー、障害物などを吹き飛ばします。お、新しい能力だね。一番最初ね、スーツのチュートリアルみたいな時はね、あ、今は使えないな。この状態で確かそうだね、 F キーを押すともうちょい近くじゃないとダメ。シャター、シャター。敵のアーマーを引き剥がせます。あ、アーマー引き剥がせんのがあの勝手やつらなら、近づいてその後に攻撃すると。シャターアクセッション訓練は以上で完了となります。了解。こんな感じでスーツの能力を解放していくんだな。ただいま。さあ、アークを見つけたから。すげえ顔してんな。なあ、アップグレードができるようになった。あのアーク超最高だったぞ。待って待って、もうそれを使ってくださいねみたいな感じの流れになってる。アークはいどうもオーバードライブうら邪魔をするんじゃねえうらシャターがまだ使えなかった意外と何それいったほっよしオーバードライブいけるぞもういねえのかなんだもういねえな今のでゲットしたからこっちだなこっちにもアークあるどんどんアークを解放していこうさっきの場所もアークあったんだなもうどっち行こうかな敵の強さっていうのはさ書いてあるんだけど5ってさ序盤にしてはちょっとだってさっきやべえなってとこで3でしょもう相当だよねこれもうちょっとさっきの場所戻ってアーク調べた方が良さそうだなローラさんお願いしますこっちから行けばショートカットじゃねローラいけるぞナイス乗ってる人大丈夫だからそう乗り物の操作ってさコントローラーだとやりやすいけどキーボードマウスだと途端に難しくならない俺だけかなちょいちょい打ちたくなるすぐそこだね前に攻撃するんじゃなくて通った後ろに花火を打つっていうねこれも見といた方がいいかこれは何ですの待って後ろから何か来るぜバイクも乗ってみたい敵がいる復活してんなまず1人2人ここどっかにあるかいあった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 オッケーブースターをゲットあとこれだねフォーカスさあもう一度チュートリアルやっていくかおちょああよかったわ押し出されるだけだお願いしますチュートリアルグラブジャンプグラブジャンプアクセッションがあれば空中で重力を無視したジャンプを再度行えますほう空中でスペースキーを押してグラブジャンプを使用すれば滞空時間がさらに増える2段ジャンプができるねあもうこれ大事はいいいですトレーニング要件は完了しましたありがとうございますあそうねコメントにもあったけどローラの後ろに花火はどちらかというとチェイスしてる時の後ろの車両にダメージを与えるのは確かにいいねさあ2段ジャンプだけど敵が出てくるんじゃねえかっていう気がするんだよねアークを探す未発見のアークを探すこともできるんだジャンプほっ上にいるねようお前らさよならだ挨拶する必要もねえシャトルオーバードライほっ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 痛いじゃないの結構多い。あ、痛い痛い。オーバードライブ。そんなもんそんなもんだね。ふう、ちょっとじゃあアップグレードしようかな。できるかな。どれぐらい溜まってるだろう。レベル2でアンロック。あ、スキンとかも変えられるんだね。ほう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 。じゃあせっかくだし超高級ウイングスティックにしとこうかな。OK、切り替わった。で、ナノトライトで、あ、意外と必要。レベル上げるの500だ。そうね、じゃあ、あ、でもこっちもナノトライトが必要だから。あ、ごめんね、フェルトライトが必要だから。いっぱい持ってるとしたらあれだな。プロジェクトはもう今6まで溜まってるから、解除できるものはどんどん解除して。でまだテック1、ここら辺はアップグレードが不可なので合わないとダメだな。ジョン・マーシャルとか。マシンのアップグレードはあ、また変えられそうだね。ただこれには資源が必要みたいだね。アイジャが好きそうなバイクに乗って意外と速い。ちょっと待って、違う、そうじゃない、違う違う左側から撃たれてる。ああ、撃ってんね、あの辺りで喧嘩してんだな。こっちです。いいぞ、すごい今破壊できる超難しいバイクの運転はこっちやな。あのね、ブーストを使うとね、一気に制御不能になっちゃうから。こんにちは。盗賊の基地だ。奴ら燃料を運んでるようだ。それはサポートピットね。商人。あ、クラッシュを鳴らして止められるのね。すいません。でもここで止めたらあれじゃない？敵がすごいいるよ。お、すげえ。ショップが移動し、ちょ、大丈夫、敵。ああ、そこでドンパチしてんのか。すいません、結構お金あるから。我はガルシア・ザ・グレガリアスと申す者。貿易商にして旅人、優れた品を扱う商人。ではと、貴殿は何者か。我はウォーカー。こらきついな。もちろん品質をご確認いただければ。もはや他の店では買い物できますまい。当店の品は誠に格別ですので。ならば貴殿の品を見せてもらおうぞ。喜んで。こちらにきっと貴殿のお気に召す品があることでしょう。マシンパーツ、これあれだね、多分車両アップグレードに使う材料か。で、上の方は弾とか売ってるんだね。弾安いな。高いと言うべきなのか。そんなに弾には困ってないから、できれば手榴弾とか投げ物系のものがあればよかったんだけど。あ、売ることもできんだね、ジャンクとか。あ、人の前の売っちまえばよか。オッケー、ありがとう。じゃあね。待て待て、道あっちだ。いいぞ、まっすぐだったら大丈夫。急にカーブが来なければ。来た。あ、ごめん、なんかこっち側だな。難しすぎる、本当に。もう少しで着くね。どうも。やばい、全く道に戻れない。こうか、すげえ。ぞ、もうちょいだ。おっと、たくさん野党みたいのがいるな。アークだ、大当たり、大当たり。さあ、アークを見つけたぞ。お邪魔します。いや、戦ってるな、2つの勢力が。ちょっと待って、こういなくなったあたりでゆっくりと。さあ、ウィングスティックにしといて、あ、ちょいちょいちゃんとこっち打ってきてるな。こんにちは。おいリリー、やばそうな場所を見つけたぜ。まあ、バインランドみたく安全ってわけじゃないですね。この人たち強いな。透明になってるよね、さっきから。痛い痛い痛い。レベル5なわけだ、この強さ。いっち。待て待て待て。つい。回復がない。まずあいつぐらい。ああ、全然倒せない。ほっ、よし。やはりウィングは裏切らないぞ。透明はずるいって。やばいやばい、あの敵は強い。あ、いて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 、あ、いて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 、あ、ダメだ、逃げるぞ。確認しないで。おお、あ、痛い。これはやばいね。一旦離れて。うわ、見る。めちゃくちゃ強いじゃん。ちょっと待ってよ。あ、あー、お店だね。回復薬とか売ってくれれば。待って、もうワンチーム後ろが来ちまったよ。いいぞ、ここまで近づければ、俺の作戦が間違いなければ。裏を回って奴らが隠れられない状態で、うん、はあ、やばいね。ちょっとここはまだ早すぎたのかもしれないな。はい、ということで、動画を見てる方、ちょっと一旦ここでね、一回離れておこうかね。動画を見ている方、次回お楽しみに。ほんじゃ、またの